エラールチャンネルにようこそ。木曜日担当の坂内愛です。私辛いもの好きでして、まあすごい激辛とかはあれですけど、結構ですね、夏も辛いもの大好きで食べるんですよね。担々麺もそうですし、冷やし担々麺とか最高ですよね。あとはカレーも結構食べます。皆さんは夏辛いものを欲しませんか？今日はね、そんな夏にもおすすめの私が愛用している辛いもの、それを少しご紹介していきたいと思います。それでは最後までお付き合いください。さあ、今回ご紹介するその辛いものというのがこちらです。かかんの麻婆豆腐の素です。そうです、こちらのね、かかんというのは鎌倉にある中華料理屋さんなんですけど、そこが出しているお土産用のパウチの麻婆豆腐の素なんですね。よく市販で売っている麻婆豆腐の素とはもうね、レベルが違います。これを一回使ってしまったらちょっとね、お家で麻婆豆腐作れないなっていうぐらい本格的な、まあお店で出しているものをパウチにしているので当たり前なのかなと思うんですけど、いや、かなり美味しいので、これはぜひ食べてもらいたいという商品です。で、このね、おうちでかかんシリーズっていうのが、この麻婆豆腐の素以外にもね、私が愛用しているのがこちらのね、担々ソースって言って、まあ担々麺の素、豆乳でね、私は割って冷製の担々麺を最近作るのにハマってるんですけど、であったりとか、あとはまあ蒸し鶏ときゅうりとかでバンバンジーをこれでおソースを作ってもいいし、これね、ワイルドって書いてあるんですけど、マイルドっていう辛くないやつも売ってます。こういう感じでいろいろね、お家でかかんシリーズっていうのが売っているんですね。で、それが私ハマってまして、今日はオーソドックスだしということでこちらにしてみました。中はちゃんとね、こういう風にジッパーになってて、ジッパーの中身は、はい、こういう感じで1食分ずつちゃんとパウチでなっています。これを豆腐に絡めるだけなんですよね。もうひき肉もたっぷり入っているし、これがまたね、とってもね、辛くて美味しいんですよ。で、こちらにはね、見て見て、山椒もちゃんとついてるの。中華四川には欠かせないこれもついてるので、まあ、この元で辛さが物足りないなっていう時はこちらの山椒をプラスでかけてもいいんじゃないかということで、丁寧にこれが入っています。まあ、パッケージも可愛いですよね。イラストがね、ちゃんとオリジナルのイラストになっていて、お土産にぴったりなんじゃないかなと思うんですが、私は自分で使っています。で、作り方はね、本当に簡単で、豆腐をお湯でちょっと茹でるんですね。私が使ってるのはね、木綿かな。私は結構歯ごたえがあるのが好きで、とろとろの柔らかい麻婆豆腐、まあお豆腐が好きな方は絹豆腐を使ってもいいし、私はもう島豆腐でもいいぐらい、沖縄のちょっと凝縮した固めの豆腐があるんですけど、私は固めの、まあ、木綿豆腐を使って作ります。で、それを茹でて、あとはね、こうフライパンで温めて茹でたその豆腐を和えるだけで OK なんですよ。これが本当に美味しいので、ぜひ召し上がっていただきたいなと思います。だからお店で、最近はほら、あまり外食ができなくなってるから、結構これも人気みたいで、お家でそのお店の味が味わえるという商品になっています。これはオンラインショップもあって、土産屋かかんかなで調べるとすぐ出てくるんですけど、いや、これはね、いいな、私は結構好きです。麻婆茄子をこれで作ったりもします。お豆腐だけじゃなくって、うん、お茄子も美味しいです。そう、出来上がりはですね、こちらです。はい、こんな感じでお家で簡単に作れるんです。夏も、まあ、汗をかきかきね、熱いものを、そして辛いものを食べるというのも体にいいと思うので、ぜひ皆さん、こちらのかかんの麻婆豆腐の素、ぜひ
試してみてください。めっちゃおすすめです。辛いの好きな人はぜひぜひっていう感じです。はい、以上です。さあ、いかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。夏バテせず、まあね、しっかりとご飯を食べて、皆さんこの夏元気に過ごしましょうね。ということで、こちらのチャンネル登録も皆さんぜひよろしくお願いいたします。そしてインスタも始めてますので、インスタのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。